前回の勝倉、今回なんだか大変なことに気づいてしまった。実はあのブロックがめちゃくちゃ発生してるとのことだ。何なのかというと銅ブロック。そう、銅のインゴットが大量に手に入ってしまう今回のバージョン。いざ試してみると、確かに塊が大きいぞこれ。試しに20分やってみると、なんということでしょう、数千個もの銅が手に入ってしまった。ちょっとでも最近濃すぎだな。落ち着こう。はい、どうもこんばんは、かずくらでございます。あ、どうもです。いやすげえことになってるよ今。銅ブロックでれーんと2列分、揃ってしまいました。2列分もね。いやまた賑やかになりましたなこれな。どうしようなこれ使うか、建築に。ちょっとやりてえなっていうのがあってさ、早速やるか。こんなもったいぶったって仕方ねえ。今回は建築会だ。さあ、というわけで早速行かせていただく。いや、この建物ね、もう一回りかっこよくできるんじゃないか説っていうのがあるんだ。で、まあこれ昔から可燃性物質でやってたんですけど、はい、別にも可燃性の必要性もなくなってきたんじゃないか説。はい、それもあるよね。はい、というわけでそこをかっこよくしていくんです。さあ、というわけで、ちなみにこの銅ブロック一体どういうものに、変化するのかというと、階段ハーフブロックなどなどでございますね。うんなら、ちょっといろいろとね。これ一つのブロックから4つもできる？あ、待って、こんなになんの？知らんかった。マジか。銅ブロックってこんなに濃いの？ちょっと待って、聞いてない。確実に足りるわ。というわけで早速いっちゃいましょう。要はね、この節をかっこよくね、今回していこうかなって思ってる次第なんですよ。うーわ、マジかよ、かっこよくできちゃうよこれ。いやほんでこれをね、色をつけて深みをね出していこうと思ってんだ今回。例えば今こうして、まあこうするじゃんね。ほんで今はこの色でいいよ。ただね、これ色、将来的にね色味がねつくっていうことでございますよ。ハーフブロック貫通するのこれ？知らんかった。そうなんだ。じゃあこの銅ブロックだと貫通するとかあんのかな。いや、知らんかったんだけど。イケメンになったくない？ちょっとこちらも、どんどんとやっていきましょう。イケメンです。いやー、これまた色変わってくるんすよ。まだまだいきましょうか。ここまだな、全体的に。おっしゃ、参りましょう。おー、できたー。全体的に赤い。赤いけど、これ色変わるから、これまた色変わるからね。一粒で二度楽しめる。すやよくれた。よっしゃ、まだまだ工事していくぞ。まだまだ溜まってっぞこれ。うわ、全く一緒の色に見えるわ。いくぞイエス。さあ、次はここら辺もいけるな。これ着手してっか。くっつくんけ。くっつく、ちゃんとくっつくわ。これいつ変色すんだこれ。雨降った時に変色入るのかな。まだ1ミリも変色あしてる。お、錆びてる。始まってるわ、錆び。あ、でもこんだけブロックあって今ようやく1箇所だ。始まっとるわ。マジか。まだやってる間に錆びてくかもしれんな。やっぱ4倍だ。これ8倍、これ4倍。助かります。
動で移動でー。うわー、お締まりがなくなってきたね。同系色が多くなって締まりがなくなってきたね。でも締まってくるんです。最終的に錆びて色がつくんです。まだ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 今からです。あれ、もう張り替え終わるかな。とりあえず30個欲しいだけだから OK。 めっちゃ余ってる、めっちゃ余ってるこれ。はい、ほんでどうですか。わーお、なんということでしょう。まだ終わってないです。まあですよ、もちろんじゃないですか、まだです。ふう、これで次こそこんでこんで OK なはずでーす。うわー、なんということでしょう。張り替え完了で、うわ、ちゃんと来てる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 。これこうやって直接つながってなくても多分これつながってんだわ。このサビが伝染していく。うわー、めちゃめちゃいい建物できたわこれ。だってさ、こうやって少しずつ経年劣化を楽しめるんだぜ。やばいっしょこれ。いい建築すんなー、カズクラ。ちょっと待って、他にもちょっと待って、今日ね、まだまだ修繕とかもね、もうサビをもうちょっと見たいからさ。神殿の地下は埋めないんですか。海底は島じゃないから建物が浮いてもいいのか。セーレスさんありがとう。多分ね、わかる、浮いてんだわ。多分浮いてんだわ。あとめちゃめちゃ、うわ、めちゃめちゃ動画待った。これ3つ分ぐらいしか使ってないじゃん今回。マジかよ、どんだけいいんだ今回の。とりあえず砂持ってちょっと埋めてくるか。俺の神殿浮いているの、本当なの、本当ですと。はい、本当に浮いてたということで、はい、埋めていきましょうか。ここら辺から浮いてますわ、紛れもなく浮いてますわ。こんな感じでね、ね、浮くのはよろしくないって。おお、この横バージョンはあんまやったことないけど、おお、埋めるの楽しい。はい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 、浮いてませんよ浮いてませんよ。ここら辺浮いてるけど、うん、ちゃんと浮かないようにしていくよ。めっちゃ砂使うやんこれ、めっちゃ使うやん。ちょっと次、別のコラボ収録があるから、しまって待って待って。中途半端になるけど絶対やっとくから、うん、安心して。この霧のいいところまでをやっとくからこれ。待て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 、思った以上に必要なんだってこれ、砂が。待て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 、これ全部使うわ多分。だこう時間をかけてる間にサビがね進んでるとちょっと面白いんですけどね。多分年内に錆び切ると私は予想している。まだまだね、楽しい様子を、見ることができるんじゃないのかなと、はい、思っております。結構、神殿結構小さいサイズにしてたんだけどな、思ったより、これ見るとなんか思ったより大きく感じるよ。こんなところでとりあえず終わっておきましょう。やっとくんで、というわけで本日こんなところで終わらせていただきます。サビングもまた今やってる間に、進み進みで、どんどんかっこよくなっていくのも間違いないです。すごいプリンの上すごい。年末限定まだ建築が発展していく予定なので皆さん楽しみにお待ちください。というわけでまたお会いいたしましょう。バイバーイ。